皆さんこんにちは。1981年函館本線にて歌手デビューした演歌界屈指の人格者、山川豊さん。そんな山川豊さんのプライベートに重大な異変が起きていました。約30年に及ぶ夫婦生活が突然終わりを告げ、熟年離婚したとの報告がありました。果たして離婚理由とは。今回は山川豊さんの気になる離婚理由について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。山川豊さんは本名を木村春史といい、1958年10月15日に生まれました。三重県鳥羽市出身です。演歌歌手として活躍し、趣味はボクシングや社交ダンスなど、体を動かすことやギターを弾くことだそうです。山川豊さんは父は漁師、母は海女という漁業一家に生まれました。4人兄弟姉妹の次男で、兄の鳥羽一郎さんと3歳上の姉と妹がいます。1981年2月のデビューシングル「函館本線」がいきなりロングヒットを記録。同年度1980年12月にデビューしたアイドル歌手近藤真彦さんらと音楽新人賞争いを繰り広げ、1981年末の第23回日本レコード大賞新人賞など数々の賞を獲得しました。歌手デビューから5年後の1986年末に第37回 NHK 紅白歌合戦へ念願の初出場を果たしました。それ以降も2005年末の第56回 NHK 紅白歌合戦まで過去11回の紅白出場の経験があります。高校を卒業後、職業訓練学校ポリテクセンターを経て、自動車の整備士として地元三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで勤務していた時期があったようです。また山川豊という芸名はもともと橋幸夫さんの敏腕マネージャーとして知られた人物の名前で、その名前を受け継いだものだそうです。マネージャーの山川豊さんは元祖御三家時代の橋を支えた人物で、業界の名物男として名を馳せ、数知れない伝説を作ったものでした。その山川豊さんが飲みに行った先で足を滑らせ、階段から転落して頭を打って亡くなってしまい、彼と一緒に仕事をしてきた業界の重鎮の方たちが、新人をやるにあたってはぜひ彼の名前をつけて残してあげたいとして、当時20代だった木村春史さんに申し入れ、木村春史さんが山川豊の芸名でデビューすることになりました。そんな山川豊さんの離婚報告ですが、苦悶の表情を浮かべ、この8月に約30年に及ぶ夫婦生活が突然終わりを告げたんです。いわゆる熟年離婚ですね。山川豊さんを知る芸能関係者が明かしていました。90年代に一般女性と結婚した山川豊さんは一男一女に恵まれ、都内一等地に豪邸を構えていました。私生活も順風満帆だったといいますが、2020年いっぱいでデビュー時から所属し続けていた大手芸能事務所ながらプロダクションを退所、デビュー40周年の昨年から独立されたのですが、その後の多忙な生活の中ですれ違いが起きてしまい、この夏に離婚となってしまったのです。都内の高級住宅地に建つ豪邸は奥様に財産分与し、山川さんは現在ワンルームマンションで暮らしているようです、と芸能関係者が続けていました。山川豊さんは日本レコード大賞など年末の各音楽賞の新人賞を争いました。中でも日本武道館で開催されていた日本歌謡大賞で優秀放送音楽新人賞を受賞した際に、デビュー前だった兄の鳥羽さんが警備員を振り切りステージに登壇して兄弟で抱擁したハプニングはお茶の間の感動を呼びました。その後も NHK 紅白歌合戦には11回も出場していて、氷川きよしさんや水森かおりさんらも所属するながらプロの長男として長く活躍してきました。そして
最後の日と踏ん張りと、コロナ禍で一念発起して事務所から独立しました。独立後に多忙な日々を送る中で、妻との間ですれ違いが生じ、昨年8月に離婚が成立したそうです。独立しても古巣への恩は忘れず、後輩思いの良き兄貴でした。特に氷川さんにとってはメンターのような存在で、彼が仕事で悩んでいた際にはよく相談に乗っていたそうです。山川豊さん本人は近年ヒット曲に恵まれていないものの、仕事の幅を広げ精力的に活動を続けてきました。今年は映画守りや願い27年ぶりの映画出演、9月には名古屋でのソロライブに、地元の男性アイドルグループボーイズ&メンのメンバーと共演するなど、今まで以上に多彩な活動に励んでいます。その極めつきが2023年に市政80年目を迎える愛知県豊川市 PR 活動です。同市から豊かな山、豊かな川、豊かな豊川をイメージしたく、ぜひ豊川豊かに改名していただけませんでしょうかと、ダジャレ絡みのオファーを受けると、山川豊さんはデビュー41年目、僕自身もこの辺でアピールしないといけない、やる以上は中途半端ではやりたくなかった、豊川市の PR が全国に広がっていけばいいなと快諾。10月から同市の公式 YouTube チャンネルで公開された PR 動画には、豊川市が出荷量日本一を誇る名産バラをイメージしたピンクのリーゼントカツラをかぶり、金ピカのジャケットを羽織ったド派手な格好で山川豊さんが出演していました。もともとセーラー服姿で森雅子さんの先生をカバーしたりと、ノリの良い方です。独立して身軽になられたことも一因かもしれませんね。仕事は順調に見えるだけに、裏でひっそりと熟年離婚していたことは気がかりですね。独立後は長男がマネージャーとなっているといいます。離婚の理由はいわゆる不倫や金銭問題ではありません。夫婦で今後について話し合った末の円満離婚で、家族仲については今も良好だと聞いていますよ。豪邸を奥様に渡したのも山川さんの決断。もともと東芝 EMI 現ユニバーサルミュージックの社員契約から歌手デビューを勝ち取り、売れない頃にはプロボクサーのライセンスを取ったりと、苦労人であり努力の人、お金より大事なものがあるというスタンスだから、財産分与も太っ腹でした。大物演歌歌手なのに選ぶらず、人格者、業界には彼を支援する人も少なくありません。離婚や財産分与について山川豊さんの事務所に聞いたところ、山川豊と元配偶者は本年8月までにご質問をいただいている。財産分与のことも含む円満な形で離婚に至り、現在も行き来をしているなど、今も双方がお互いを認め合う関係を続けていますと回答し、円満離婚であることを強調しています。この報道を受けてネット上では、また20代と結婚したりするのかね、そんなんしてまでも離婚したかったのね、ちょっと羨ましい熟年離婚の仕方だな、熟年離婚って本当多いよね、年取ってからは女の人は一人の方が気が楽なんだよね、豪邸の管理なんて面倒なんだからワンルームでお金持ってた方がいいなどの声が上がっています。独立離婚で環境を新たにしたベテランの再ブレイクはそう遠くないかもしれませんね。離婚はしてしまいましたが、今までと変わらないノリと人柄でお茶の間を沸かせ続けてほしいですね。山川豊さんの今後の活躍に期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いします。それではまた。